トランプ使いますけど、これ予言のカードです。あとでちょっと見せます。これは赤裏のカードですね。で、僕の話1枚だけどっか触っていただきたいんですよね。立つだけしよう。はい、姉さん、姉さん、ちょっと皆さんでこれ覚えてください。いいよ。で、トランプのマークってこれ4種類あるんですね。ダイヤ、スペード、ハート、クラブです。で、この4種類なんですけど、まあ、もう1種類ですね、新しくここにマークを1つ作るとして、この4種類以外でなんか好きな図形1つだけおっしゃっていただきたいです。難しい。好きなんで、考えたことない。好きなんで、丸じゃない。好きなんで、丸ね。丸ね。じゃあ、トランプの色ってこの赤と黒だけですよね、今まで。でもう一色ここに作るとしてですね、ピンク、はい、ピンクも丸ね。ピンク、えっ、ちょっと待って、ピンクと丸ね。で、さっきのカード覚えてる。絶対やこれですね。教えてもらってます。ダイヤの十。ダイヤの十。うずうずや。ダイヤの十番はたまたま触っていただいたカード。で、たまたま思っていただいた時計は丸でしたね。で、たまたま思っていただいた色はピンクでした。すごいよね。予言としてカードが置いてあります。実は僕が置いといたわけで、同じダイヤの10にピンク色のペンで丸を描いております。おい、オレンジ色のペンで丸を描いております。おお、すげえ。そうね、なんか例えば、